今、福田村事件の映画が上映され、大好評だ。福田村とは、現在の野田市。関東大震災、まさにその時、香川県、薬の行商団15名が、福田村に入っていた。大震災で動揺する村。植民地として、搾取される、朝鮮人が、日本人に逆らい、テロを起こしているという、噂。村の民は、在京軍人を中心に、自分たちを守るためだと、戦う準備をした。居合わせた、香川の薬行商を、朝鮮人だろ、と言いがかりをつけ、その挙句、9名を虐殺してしまった。9名も、胎児も死んだ。関東大震災は、1923年に起きた。朝鮮を植民地にしたのが、1910年、そして、1919年、朝鮮では 3.1 独立運動が起きた。朝鮮人を取り締まった。朝鮮人を教会に閉じ込め、火を放つこともあった。本当に行商の誤解だぞ。本当に行商の誤解だぞ。ええ?いつまで戦争ごっこしてんだい。いつまで戦争ごっこしてんだい。福田村で戦争ごっこと言うけれど、現在も同じようじゃない?台湾有事、それは日本有事です。すなわち、日米同盟の有事でもあります。この点の認識を北京の人々は、とりわけ習近平主席は断じて見誤るべきではありません。もう打撃力を持つ、反撃力を持つというのは、これ当然のこの時代には要求されることであって、これは戦争をしようということではないんです。彼らが必ず怖いよ。